はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。本日9月18日丹波篠山市森の学校の上映会、昨日今日明日17、18、19日、この丹波篠山の、田園公共ホールでの3日間の上映会、今日は中日18日、まもなく午後2時からの、上映の前に、会場に来ております。会場の様子やまた会場上映が終わった後、ほっこりカフェの皆さんと一緒にちょっと短い動画も撮らせていただきたいなと思っております。9月18日丹波篠山市田園公共ホールでの森の学校の上映会の様子をお伝えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。会場には河合雅夫先生の、剣道台、剣華台が設けてあります。今日も皆さんたくさん買われてますか？今回これが残ったらまた通信販売でも買えるって聞きまして、まあでもこれ今、はい、あ、そうですか、はい、じゃあそちらの方にあるんですね。これが大事です。はい、わかりました。また紹介させていただきます。ありがとうございます。例えば9月18日午後2時からの上映が終わったところで、終わった後西垣監督がお一人お一人に、丁寧に、名前を入れてこうサインをね、くださったのを、並んで待ってて丁寧にサインをいただいたところで、でもう私たちが並んでたので結構たくさんのほっこりカフェの皆さんが来られてたんですけど、もうロケ地巡りをあまり時間が限られてるのでロケ地巡りを行かれたり、もう帰られたり、されたので、ちょっと今までね、並んで待ってて残った皆さんにちょっとね短く今日のこの丹波篠山までの森の学校を見られた感想をお聞きしたいなと思うんですけど、ほっこりカフェでおなじみの今日は圭一さんが、車を飛ばして来てくださって、圭さんご苦労様でした。どうもありがとうございます。圭さんどうでした、丹波篠山まで、森の学校 見られて、もう正直なところどんな感想でした？本当に台風などが来てとても良かったと思います。良かった良かった。僕も言いましたけども、監督さんからこういうお言葉をいただいて、ちなみにこれは何という言葉をいただいたんですか？斎藤、西、東、北、南、はい、説明もらったんですけど、ちょっと難しいです。後でまた調べましょうか。また美徳さんと、みっちゃんの、みよこちゃんとね、今日は2人ね、ゲストで来てくださって、写真も一緒に撮れてよ、とても、いい写真でした。そうですね、また明日になりますので、もし皆さんも来てください。はい、ありがとうございます。じゃあ、春畑さんもちょっと一言感想をいただけたら。今日は漫画悪いことで本当に台風が狂ったはずだったんですけど、すごく曇りそうでお天気になりまして、本拠地回らせていただきました。はい、で、車買ったりは、万博で元気な、そして崖大将の、マト君、それと、正義感の本当に強いマト君、本当の丹波篠山地元でお会いできました、でやっぱりね、皆さんに、そして小学校でもね、上映されて、また今の現在の子どもさんたちにも見ていただきたいし、またお母様方、お父様方、そして見ていただいたら、本当にいいんじゃないかなと、素晴らしい映画だったと思いました。そうですね、本当に感動いたしました。はい、パランさんおっしゃったように私も本当に台風が上陸するということで、もう雨風はもう仕方ないなと思ってたんですけど、今ちょっと小雨が降ってきたんですけど、ここまではほとんど雨降らずに、皆さんも今日も午前午後も、ロケ地巡りをしていただけたということで、
まあ、本当になんか大きな力に守られて、今日この上映会が大成功に終わり、また丹波篠山に来られる皆さんも、なんとかね六地恵みをしていただけたと、思います。明日最終日、もう一日、10時と1時半と6時の会がありまして、まだお席の方もあるようですので、この動画も今夜にアップさせていただきたいと思いますので、最終日、19日お越しになれる方おられたら、またね、来ていただけたらなと、思います。丹波篠山での森の学校の上映会、見させていただいて、やっぱり予想以上に感動いたしました。ありがとうございました。ありがとうございます。君と出会えたから。